よどうもこんにちは。ということで今回はですね DIY やっていこうと思います。こちらはですね Amazon で購入したものではないんですが、練炭バサミ、製造している会社が、山口県ということでつい買ってしまった練炭バサミになります。なかなかですねコロナ問題がありましてキャンプには行けない状態が続いてますけれども、こういったね DIY をして楽しもうと思います。で持ち手の部分なんですが、ヤスリの絵、これの台を選んでみました。多分ね大きさ的にちょうどこれぐらいがいいんじゃないかなということと、もともと開いてる穴、これがですねおそらくですね合うんじゃないかなということで選んでみました。父ちゃんなかなかおら終わらん。ちょっと待っとって。これ何、タピオカミルクティー？タピオカミルクティーじゃない。いつものようにですねヴィンテージワックスで色を塗っていきます。ヴィンテージワックスはですね塗り込んで30分間放置して、また拭き取るという作業を行うんですが、これだけでですね色がついてくれるので、こういった木材の色付け、これにはヴィンテージワックスを使うようにしてます。まあ、本来はですね、自分で木を取ってくるなりして、ドリルで穴を開けて加工するというのがですね一番自由度が高いとは思うんですけども、まあ、ドリルで穴を開けるっていうことがハードルが高いのかなと思いまして、今回はヤスリの絵、これを使っています。でですね、練炭バサミなんですが、このままだとですね、おそらく錆びます。錆びるので、黒錆加工、これをやっていこうと思うんですが、黒錆加工についてはですね、いくつか方法があるようで、一番メジャーなのが紅茶とレモン汁、もしくは酢、これを使って表面に黒錆加工をすると、もしくはですね、スーパーブルーっていう薬品、こちらを使ったりする方法があるようです。まあ、こういった方法もあるんですけれども、これに関して言えば火の中に突っ込んだりするものなので、もうね最初から焼いてしまおうと思います。多分ねこのやり方が一番お金がかからずに黒錆加工ができるんじゃないかなと思います。ということでですね、この練炭バサミにサラダ油を塗りながら、バーナーで焼いていきます。表面にサラダ油を塗ってバーナーで焼く、これをですね何回も繰り返しました。多分これである程度赤錆は抑えられるんじゃないかなと思います。まあどうしてもですね焼きムラとかができてしまうんですけども、まあね、この辺も DIY の味ということでいいんじゃないでしょうか。ということでヤスリの絵、こちらが乾燥しましたので、しっかりと拭き取っていきます。まあ、特にですね拭き取ったらやることはありません。水で洗ったりする必要もないですし、もしですね表面にこうちょっとぬめりがあったとしても自然に乾燥してくれます。こちらがビフォーアフターになるんですが、見てわかる通りですねだいぶ色合いが変わってるのがお分かりいただけるかと思います。このねヴィンテージワックスを塗ることで、なんかねこうアンティーク調の感じになるっていうのと、あとですね木目がかなりはっきりと浮かび上がるので、このヴィンテージワックスはおすすめだと思います。でですね、この穴の深さがどれぐらいあるのかなということで、ステンレスの箸を差し込んで長さを調べてみました。穴の奥まで差し込んだ時に、どれぐらいの位置にするのか、これをですね現物と照らし合わせて調整していきます。である程度調整したら、マジックで印をつけて、今度はですねここを金のこで切っていきます。この金のこはですね100均で売ってるものなんですけれども、まあ、特にですねそんなにいい金のこを用意しなくても100均の金のこで十分だと思います。
でもある程度切れたらですね、力技でこう曲げて曲げ切るというかですね、こうグニグニやるとポキッと折れてくれます。で実際のものに重ねてみますけれども、こんな感じに仕上がる予定です。まあそれっぽいんじゃないでしょうか。で穴の部分にですね、ボンドを入れて固定することにしました。ちょっとね、接着剤の接着が弱いのかなという部分があるので、この辺はですね、使いながら、もし外れるようであれば別の接着剤で取り付けるなり、新しくね、持ち手の部分を作るなりしようかなと思ってます。実際にですね、炭を持ってみましたが、問題なく持つことができました。で、このハサミに関してはですね、以前ご紹介したミニ焚き火台、こちらで炭料理をするときなんかに使いたいなと思ってますので、長さはね、結構短いんですけれども、まあ、その用の焚き火台で使う分には全く問題なく使えるレベルなんじゃないかなと思います。で今回ですね、実際に制作して思ったことといえばですね、正直ね、ぶっちゃけて言うと、この練炭バサミっていうのは元々のハサミの形、こちらの方がとても使いやすいと思います。なんかね、こう黒い鉄と木材、これが組み合わさってるので、なんかね、こう武骨でかっこいいものには見えるんですけれども、まあ本当に実用性を考えるんであればですね、元々の練炭バサミ、こちらに黒サビ加工をするだけでも十分使えるものになるんじゃないかなという感じです。で今回購入したですね、練炭バサミですけれども、Amazon であれば231円で購入が可能みたいです。ただですね、注文金額が2000円以上になると購入できる合わせ買いプログラムの対象商品ということなので、その辺は注意が必要です。コロナ問題がありますので、なかなかね、キャンプにも行けないという日々が皆さん続いていると思うんですけれども、家の中でですね、こういったものを作って楽しむというのはいいんじゃないでしょうか。でこの動画の中でもお話ししてたんですけれども、この持ち手の部分、ヤスリの柄の部分ですよね、ここに関してはもしですね、ドリルとかが用意できるのであれば、自分で木材をですね、切り出すとか、削り出したりとかしてオリジナルの持ち手を作るというのも結構ね、楽しめるんじゃないかなと思います。ただですね、先ほども言った通り、もともとのね、練炭バサミの方が絶対使いやすいと思います。絶対使いやすいとは思うんですが、まあこういう形の方がなんかかっこよく感じるんですよね。なんかまあこういった感じのですね、メーカーものの巻きバサミ、そういったものを買うと、まあやっぱり頑丈なんだとは思うんですけども、どうしてもね、値段が張ってしまうので、そうですね、やっぱり僕だったらこんな感じで自分で作っちゃうかな。まあこの辺はね、人それぞれだと思うんですが、これでまたですね、落ち着いた時にキャンプに行く楽しみが増えたなという感じです。ということで今回は巻きバサミというか炭バサミを DIY で作ってみました。それでは。